それでは顔のパーツについて説明します。目や鼻などそれぞれのパーツは立体です。目は球体の一部、鼻はおおむね三角錐として描かれます。そのため顔の角度の変化とともに見え方が変わるということを理解しましょう。理解しやすいように先ほど学んだ十字の線の変化も合わせて画面に示します。例えば顔が上を向いている場合では顔の輪郭と顔のパーツが一致しており鼻の下面が見えています。その理解がない場合、顔の向きと顔のパーツの向きが揃わなくなり、どの角度の顔を描いているかわからなくなります。次に耳の位置について説明します。横向きの場合、基本的な位置は顎の左右の終点に耳を描きます。十字の横線上という配置は変わりませんが、顔の向きに上下の角度をつけた時は目の位置との上下関係が変わってきますので気をつけましょう。例えば顔が下向きになっているにもかかわらず目と耳の位置関係を横向きと同じように描いた場合は画面に示すようになり違和感が出ます。